おはようございます。変わらない朝食の時間となりました。感謝いたします。では最初のお祈りいたします。天の父なる神様、朝の与えた糧を感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。はい、コーヒー牛乳ですね。ちょっと時間も焦っています。いただきます。はい、6時半ですね。7時45分には、自宅出ないといけないです。8時15分出勤ですね。はいはい。クーラーは朝方、夜中でつけてましたけど、今湿度 80% 切っています。29度ですね。はい、暑くなりそうです。はい、コーヒー牛乳ですね。はい、ちょっと変わらないプルーンですね。パッションフルーツまで入っています。はい、今日も変わらない朝のメニューですね。はい、今日は卵がちょっと多めですね。お昼の、昼食は今日は作ってませんので、いただきます。今日はお昼はちょっと外食ですね。はい、なんかなか慌ただしい朝食ですね。休み休みでちょっとゆっくり起きて時間がないし、今日は5時15分ですね。5時頃来たいなと思ったけど、はい、一回4時台に目覚めたけど起きなかったですね。はい、最後はちょっと早いかなという気も。しないでもないですけど、本当朝は本当駆け込み時間本当無理やり駆け込むって感じですね。ちょっと時間の昨日からキーボードをインタクライブで使いましたけど、ちょっと接触悪いですね。昨日は驚くばかりの はい、トマトですね。今日休みだけですね。昨日が水曜日でお休みでしたので、
あ、黙々と時間との。はい、サラダ完食です。今日も黙々と厳しいですね。はい、はい、では最初にプルーンですね。ヨーグルトプルーン、もうバナナはだいぶ傷んでますね。はい、半分。そうですね、はい、はい、ヨーグルトプルーンパッションフルーツ入り完食ですね。はい、コーヒー牛乳も今日は10分切れそうですね。はい、少し焦ってますね。はい、はい、マサトです。マサトのこのおはよう、変わらないな朝食でした。このマサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいなというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ完食しましょうね。はい、完食です。はあ、はい、マスターです。もういいですね、マスターです。次回のおはよう、変わらないな朝食でお会いしましょう。マスターでした。シャニュース、パッションブルジュ、シャロム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 。